っと左だね。おっと、はい、皆さんどうもこんにちは。ムースチャンネルのムースです。おはようございます。今はですね、朝の7時ですね。まだまだ暑い日が続いてますね。今日の元ブログはですね、サスペンションを調整した話ですね。はい、あの前々からですね、この YZF-R6 のサスペンションを硬くて困ってたっていう話をね、何度かしていたんですけれども、どうなこの硬さがねあるんですよ。これにね結構ズドン、ほらちょっとならいいんですよ。ちょっとの調整をねやっとか終えました。いろいろ調整したんですよ。ほら秋田弁でこれチョスって言うんですけど、いろいろチョしたんですよ。なんかね、秋田の人ってね、調整するとかってなんかいじくることをねチョスって言うんですよね。で、そのサスペンションをチョしたんですよ。フロントもリアもどちらも調整しました。まあソフト、中間、ハードだとすれば、まあ純正はまあ中間だとすれば、中間とソフトの間くらい、もしくはもうちょっとソフト寄りになってるかもしれない、そのくらいまでね、フロントとリアをサスペンションを調整しましたね。あのフロントはね、ここのプリロードとかそのコンプレッションとこの10は何だろうね、なんかね高速側とか低速側とか、でプリロードはこれ多分全体的なね、その今日初めてその調整後乗ったんですけれども、ものすごい調子いいですね。素晴らしいくらい調子いいです。もうちょっと柔らかくしてもいいのかなと思うんですけれども、あんまし柔らかくしすぎてもね、こうマンホールとか段差に入っても、まあ、さほどそんな気にならない感じなんですよ。さっきも一般道やら山道をねこうくね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 走ってきたんですけれども、まあねそんなに気にならないといった感じなのでね。自分の場合はですね、身長183センチで体重が80キロくらいなんですけれども、似た体型の人がいればね、この R6 乗ってる人もしいらっしゃれば、まあ中間からソフトの間くらい、もしくはもうちょっとソフトにしてもいいかなっていう感じで調整した方がいいと思うんですね。やっぱり純正の出荷状態だとやっぱりね、やっぱり硬いと、やっぱこの状態がベストかなと今のところね。まあ、ほんとね段差などはね気にならなくなりましたね。今日走っててそれは思います。そうですよ、これやっぱ調整してよかったなーって思いますね。かなり優秀なマシンへと進化しました。本当はねそのオーリンズのサスペンションとかさ、そういうの方がやっぱいいんでしょうね。こうなんかこうもっとしなやかそうな気がしますね、そっちのサスペンションの方が。前後オーリンズ入りとかね、純正で入ってますよね、あの車種によってはね。結構外国車結構多いのかな。まあ、この R6 はですね、あのフロントもリアもね、この R1 と同等レベルのサスペンション入ってますよね。特にフロントはね、R1 と本当変わらないものが入ってますよね。早場製のね、当日フロートウォーク入ってます。そこら辺はね、まあ、R1 譲りと言いますか。まあでも、ここをね、こうクリ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 こうやって回していくわけですよ、ここをこう。で、リア側もこうクリ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 。ほら目に見え、あの回ってるのは分かるんですけど、どれくらいこうどうなってるか分からないわけじゃないですか。これ初めて調整したんですけど、まあ、それがねこうやっと走ってみて、あこれは違うぞというのが分かったので、あこれはちゃんと調整できてるなと思った次第であります。 R6 でねこのサスペンションちょっとお困りの方いましたらね、ちょっとこの動画を見て参考にしてみてください。あもしちょっと分かんないなと思ったら、そのダイレクトメール、ツイッターのダイレクトメールやね、あのインスタのダイレクトメールでもいいので連絡くれれば文章でやり取りできますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日のね元ブログはね YZF-R6 のねサスペンションの調整についてお話ししました。
この動画をご覧になって皆さん、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。チャーズゲンの動画でお会いしましょう。ムスでした。ボーイボーイボーイ。 You were proud of me、mm-hmm. We cannot forget It's all